シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。よくの件は、鬼丸使って、ザナドゥに挑んでいくってやつぜ。そんじゃやっていくぜ。で、今回俺のアカウント全く出なかったから、一応借りてるぜ。これがよ、めちゃくちゃ強化してくれてありがとう、サンキュー。一応まあ、見とく、こんな感じになってるぜ。で、今回、この鬼丸ちゃんと、まあ、相性のいい、このバンを連れてください。バンのこのコピーの友情によって、まあ、一応今回も全員加速文字として扱うことできるから、半端ねえ半端ねえ、この威力。やばすぎだろ。で、これでよ、まあ、暴れ回って倒すのが、まあ、ヨシテルよりも結構便利に感じた。まあ、でもこれは、ヨシテルは一匹でめちゃくちゃ強い。で、この鬼丸は、この複数積むともうそれを超えるぐらい強かった。でも、やっぱり、ちょっと弱点があって、この加速で、周回スピードが、まあ、ヨシテルよりちょっと落ちるんじゃないかなってイメージはあるぜ。オッケー、そんじゃ、改めてまぁ、いつも通り、右側に薬金で生活する。頼むぜ！たぎって、たぎって、仕方ねえんだ！ステータス右側に、押したくぜ！そんな薬金してくぜ！侍バランス型、反射、マインスイーパー、イール、アンチダメージオール、エステス短縮。で、今回これは、マインスイーパー、イールと、アンチダメージオール、ギミック対応しており、このエステス短縮で、まあ、すぐに SS を打てるようになるんだけども、まあ、これがよ、ちょっと全員当たったとしても、ザナというこの鬼丸が強すぎて、鬼丸ちゃんが、もう早く行きすぎるから、この28ターンを使う場面がない。しかも、そこまで使っても、元々が強いから、そこまで、なんて言うんだろう、簡単にはなるけど、もう元々簡単だから、SS はもうちょっといらねえかなという感じだぜ。今回はまあ、打てるようにちょっと調整していくぜ。そして、友情コンボがスピードアップ。これで仲間がスピードアップするんだけど、まあ、これは本当に高難易度でいける加速友情。そして、まあ、そのバンもコピーによってコピーして、まあ、今回艦隊で加速になってるぜ。そしてラックスキルシールドを稀に自身のダメージ量が激減すると。まあこれやっぱザナドゥに合わせて作られてるな。クリティカルが意味ない分このシールドでまあカバーしてくれると。HP が 23,819。攻撃力が 32,35。まあ、HP いいね。HP 全然いい方。そして攻撃力は30,000高い。まあ、ゲージないから。マインスイーパー EL もあると思ったらめっちゃ強いぜ。そしてスピードが 389.17。OK! そんじゃやっていこうぜ。こんな感じ、こんな感じめっちゃ削ってる。で、ボス戦から実況に戻らせてもらおうぜ。で、ここも加速を拾えば、こんな感じで、全然いけちゃう！強すぎる！よっしゃ！ボス戦やっていこうぜ！ここまでめちゃくちゃ楽なんだけど。え、待って、大丈夫これ。俺、ヨシテル強い強いって言ったけど、ヨシテルよりめちゃ強い可能性ある。まあ、でもあいつ単体で強いからな。これもしかしてよ！おぉ、すげえ！このパワー！ちょっと角度強めに打てば、薄くじゃなくて強めに打てば、あれ倒しきれんのか？いや、これやべえわ。おっとっと、大丈夫。おっと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 。おっと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 。めちゃ削るな。めちゃ削るな。とんでもなく削るぜ。おい、大丈夫これ。やば。いや、これ結構早く終わるな。意外と適当に打ってもなんかいっちまう感じこれ。で、これで右行って左入るぜ。薄く、オッケー、いいダメージ。え、なんかこれ爆絶じゃなくても超絶レベルなんだけど。これ一回でもモンストの兵器ならやばいよ。これ一回降りて、上に入っていくぜ。オッケー、いい感じ。で、次はどうやってダメージを与えていこうかな。いい感じに出てる、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 オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。いや、むしろよ、これ暴れた方が出るんじゃね、暴れた方が。で、暴れてみるか。これで、いや、踏んでいくか。さあ、オッケー。いや、オッケー、すごい、すごい。
で、次が、ここはまあ、なんだかんだいつもすぐ倒せてしまうからいいんだけど、で、SS が若干溜まりそうだから、一旦ちょっと SS 貯めるために、次のターンは、ゆっくりするか。さあ、OK! 次、右のやつだね、確か。あれ横関して、おとなしくしとこう。契約完了。というわけで、今なんかちょっと止まったよな、あれ。止まったことによって、声が、BGM が、効果音が、すべてなんか飛んだのよ。だからここからは、後付けになってるぜ。さあ、行ってこい。こんな感じ強すぎる。そして、消えた BGM と、消えた、効果音。効果音の方は、俺が、ちょっと足してるから。太平の世にあだ名す鬼どもよ。さあ、オッケー、適当に打ちすぎて全然ダメ。しかし下を倒した。いいダメージ、いいダメージ。気まずい、みんな気まずい。そして当たりすぎ角に行ってくれた。サンキュー。よし、番は控えめ。よし、決めた。じゃんぽんぽんぽん。さあ、オッケー。さあ、気まずいです、気まずい。バンが気まずい。で、これも適当に打ちすぎて、全然ダメージを出せないが、最後いい感じに入ってダメージをいっぱい出すのか、これがすごい。鬼丸入れていけば適当にでも勝てる。このパワー。そして、これも調子こいた。鬼丸がいいかって調子こいた。って俺思うんだけどよ、ちょっと鬼丸ってよ、なんか鬼丸ちゃんって感じで、ハム太郎のほら、ちびまるちゃん的な感じになってほしいね、俺は。ここに計り知れねえ世界が、俺を待ってんだ。さあ、オッケー、おめでとう。で、この後よ、この後、すごい感動して、めちゃくちゃなんかいろいろ喋ってるよ、これ俺は、確か。めちゃくちゃ喋ったのに、全部入ってね、全く意味がねえ、かわいそう。ここめっちゃ喋ってんの俺、さっき再現する。すげえこれ3体4体の加速でもめちゃ強じゃねえかこれ。 SS 使うまでもねえわ、めちゃ強え。ジャナドゥ終わったとか言ってる。多分ここでパカンパカンパカンと割れて、そしてこれで1個手に入ってラッキーって言ってる確か。というわけ、ほんと申し訳ねえ、前もあったなこういうこと。割れてないね。さあ、今回使わなかった方の鬼丸の解説していくんだけど、これもともとは今日撮ろうと思ったんだけど、あまりにも出なかったから、ちょっともうモチベーション下がって撮れなかったのよ。で、こいつは、まあ、23の国で使うと思う。でも結構いろんなほら配信者みんな出してるから、俺ぐらいなんて外れたの。マジで。なんでみんな出んのあれ。おかしくないこれ。え、限定ガチャって結構出ないんじゃないので、これが、まあ、おそらく23の国で多分俺使うと思うけど、まあ一応解説するね、これが。超マインスイーパーで、まあ、ダメージを受けなくても結構よ。まあ相手を倒すことができるし、で、さらにこのアンチ魔法陣、これまあ本当に23の僕完璧適正。もう最初からもマインスイーパーだし、超マインスイーパーで持ってるし、そしてアンチ魔法陣で防げ、そして貴族性キラーに大ダメージを与えることができ、さらにドレインで回復もできる。これがビーラーでいう小町の役までできるわけね。まあギリギリで瀕死になっても、ボスとか雑魚にダメージを与えることによって、まあギリギリ助かる。これは結構やばいよね、本当に。で、ストライクショットターン8、これがなかなか減速しないという、まあ、優れもの。パワー型で、それがちょっと弱点なんだけど、それをもう補うこの8体制です。2週に1回めちゃくちゃ強いと、これも完璧すぎる。そして、復旧コンボがパワーフィールド、超強攻撃アップ。これも味方をサポートできるし、まあ、自分自身も爆発文字と活かせれば、合わせれば強くなるんだけど、残念ながら爆発文字調べたらアップルしかいねえ。まあ、他に強いやついっぱいいるから、ちょっともったいない気もするけど、まあ、これ基本的に仲間のサポートと思って OK。まあ、アップルと組み合わせも OK。そして、ラックスキルがクリティカル。これも十分強い。だから、超マインスイーパーと、この貴族性キラー、そしてラックスキルも合わせれば、ボスイして、ドドドドドドドンと横からして上がっていって、もうワンパンできる可能性がある。超マインスイーパーのおかげで。で、クリティカルもあれば、まあ、いつでもどこでもね、まあ、運勝ちできる可能性があると。まあ、難しい兄さんを、まあ、楽にできると思ったら、クリティカルも十分優秀と。で、HP が24,434。
これも高いね。普通に高い。で、攻撃力46,902。どうした？攻撃力が高すぎる。おかしい、これは。で、スピードが 275.10。これも優秀だぜ。これね、SS があると思ったら。というわけ。だからまあ、これはまあ、兄さんの国はぶっ壊すから、おそらく近畿そろそろ追加近い。まあ、去年6月にしたから、今年も6月にあると思うぜ。じゃあ、OK。そんじゃ次の回で会おうぜ。あばよ。いいからそこに並べ。俺が焼き寄せやるからよ。焼き印がかわいい。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。まだ次の夜会で待ってるぜ。焼き印って仕方ねえ。